今回は聖蹟桜ヶ丘徒歩3分ラ・ドウチェ202号室に来ております。まず玄関入ってこちら、キッチンですね。ガスコンロ2口設置可能なキッチンです。じゃあこちら今、電気が止まってますので少し暗いですけれどもご了承ください。そして次、玄関入るキッチンの後ろの扉を開けると、こちらは、脱衣所ですね、なっています。可愛くておしゃれな独立洗面台がついています。そしてこちらは、トイレになっています。上にも収納があります。またこちら敷地内駐車場ありまして、あとは大型バイクも、置くこと可能です。で、こちらが洗濯機置き場、上にも棚があって、こちらがオフですね。浴室乾燥機がついています。では教室に向かいましょう。お部屋は 7.4 畳ございます。さらにですね、こちら、完成した日なんですけれども、結構2006年に完成したものなので、だいたい8年ですかねくらい経っています。お部屋はこんな感じですね。かなり広めのお部屋かと思います。またもちろんエアコンは設備になっています。で、ここに小窓がついております。またですね、こちらガスは都市ガスですので、お財布にも優しいものですね。そしてこちらが収納です。結構広めの収納になっています。駐輪場は屋根付きの駐輪場になってますね。で、まあ、徒歩3分ということで、220メートルですね、駅まで。女性の方にも安心していただけるのではないかと思います。他にもですね、聖蹟高畑、あとは相模原線、南大沢から長山、あとは大塚帝京中央名線まで、学生向けの物件を借ります。その他にもですね、ファミリーの物件もいくつかありますので、下級 URL アクセスしてみてください。この春、入学する新入生、大学の新入生さん向けに、3月賃料発生可能なお部屋もいくつかありますので、どうぞ、ご覧ください。失礼いたします。